はい、どうも皆さんこんにちは、野永井です。今回ホットラインマイアミファイナルチャプターということで、最終回じゃなくね、チャプターだから。え、違うのか。あ、違う、チャプターだ。あ、そうだよね。あ、そっか。じゃあやっていきましょう。今回はそう、前回のオスカーは何、暗闇、どういうことこれ。ちょっと気になるなこれ。バカじゃねえのお前。あ、でもこれ気づかれないとかそういうこと。あ、そういうことだこれ。え、マジで、そういうことはもしかして違うんかな。でも結果あいつにはバレるから、でもこいつはロックオンしときの。ちょっと待って、外した。だからあいつにロックオンしときの、外した。マジか、もうフリーエイムで狙うしかないのかこれ。あ、これはロックしなくていいか。じゃああいつロックしといて、あいつが、あーっと、おお、いいぞいいぞいいぞ。おお、お、バレた。え、ちょっと待って、これってさ、これじゃなくてもバレないんじゃね？うん、バレないわ。ごめん、私の勘違いでした。おーし。そういうこと、あ、パズルあった。早々にパズルあったわ。早えな。え、これすごい。何これ。あ、これ油圧ジャッキか。で、これ車か。ディアブロかなこれ。ディアブロって80、あるか。89年。ただ2発なんじゃないの。え、どうすんの。いやー、なんかやらしい。おや、どちら様かな。部下たちを殺してるクソ野郎の一人ってとこか。おしゃべりをしに来たわけじゃなさそうだ。だったらさっさと済ませようじゃないか。何よ、何よ、ねえ。何これ。何をすればいいの。バカモン。え、なんかウイスキーのボトルが、あ、泳いでんのか。ちょっと待ってくれ、俺は弾2発しか持ってねえぞ。じゃあスキップ。ちょっと待ってくれ。待ってくれ。待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。俺が言いたいのはちょっくら待ったいなってことだな。これは、でも逃げ回って進む。ちょっとなんで武器離すのお前。あ、わかったわかったわかった。だからこれを取りに、ん？ん？違うみたい。え？これやっぱ逃げ回って済むんかな。あの姉ちゃんだよね、まず気になるのは。俺は違うらしい違うらしいでもあの姉ちゃん絶対そうでしょ、これ絶対なんかあるでしょ、あれ。これはわからん村の、え、なになになに、手裏剣持ってんのあいつ。そういうのもあるの？これを、あ、ああ、え？いや、わかったけど、これをどうすんのよ。ぶん投げんの、やっぱ。違うらしいやっぱお姉ちゃんにぶち当てんのかな、これは。あら、お姉ちゃんに、ちゃんお姉に、ちょっと待て待て待て、ちゃんお姉にぶち当てーのとつぎーのって話でいいのかな。違うらしい、違うらしいぞこれは。
わかんない。わかんない、ちょっと。このちゃんお姉を、ちゃんお姉をどうにかするって話じゃないの、これ。おい。おい。おい。で、こっち行く。痛い。痛い。やっぱ捨てちゃうんだ、お前。待ってね。こいつ？こいつか？あ、こいつだ！こいつを、こういう話でしょ。だから、いい具合に、いい具合にこいつ持って、で、こっちに、ちょ、こっちロックしといて、呼び寄せる。呼び寄せの、もうちょい来て、もうちょい来い。もうちょい来い。オッケー。後ろのやつ来てほしい。後ろのやつと一緒に来てほしいな、できれば。お、いけたんじゃね？これ。伊勢丹じゃね？ちょっと待って、こう来て、この柱の影まで来て、よしよしよし。これってこっちにさ、ポイって、あ、投げられた。投げられた。外したね、今。完璧外したね、今。え、これ持って逃げられる？こっち。ちょっと待って。あらかじめこっちの方にこれぶん投げとくか。うん、そっちの方に行かなかった。これを？全然わかんねえぞ、俺。こっち行ける？こっち、そこカーペットの柄だったのか。こっちの方に、そこの方にポイって投げといて。どうしよっか、これ。わかんない。おお、私にお任せよ。そりゃないぜ、セニョール。もう一回同じ感じで、パンポポパンって感じで、オッケー、オッケー。やるじゃないか。大したものだ。残るは、俺と、お前だけだ。あら、終わりじゃない。お前だけだって来んのかと思った。どうしてこう、血に飢えてるんだろうな。初めてだよ。お前みたいなやつは、初めてのチュー。君とチュー。そうなると知りたくなるのが、マスクの下に誰がいるのか。イーロンマスクだ。違うね。おう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 、バカ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 。ここでだよ。ここで殺し合うのがこの東四郎、まあれなんだな。これね、ここでね、やったらきっとね、うまくいく。ほら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 、痛いよ、痛いよ。痛っ。そっち回りかよ。そっち回りかよ、お前。ここ多分、あれ、当たるか。当たったな、この前。さっき当たんだもんな。どうしようか。やばいな。やばいな、ちょっと。いや、とりあえずやってみっか。お、当たんない。来た。来たー、来たー。なるほど。そういう展開か。だが、お前の思い通りにはさせん。お、お、お、フォンコール。おい、玉ゲーじゃねえかよ、お前。はっきり言って。もしもし？もしもし？下で何をしてるんだ？うるさくて眠れんぞ。誰もいないのか？聞こえんのか？もしもし？
あー、くそ、これだから電話ってやつは。ガチャ。なに、なに、なに、なに。え、フロアクリア、え、あ、わかった、目撃者を消すってこと。あ、違う、なんだこれ、なんだこれ。なるほど、騒ぎの声違うね。なるほど、騒ぎの元凶はお前か。声変わったな、お前。電話だと若くなるんだなっていう。何しに来た、ごほ。お前咳しろっていう。まあ細かいことはどうでもいい。わし、暗いひどい真似をあれこれやってると何もかもどうでもよくなってくるんだ。見ての通り、わしは逃げやしない。ほれ、遠慮なく用事とやらを済ませたらどうだ。遠慮はない。ディンディンディンドン、ディンディンディンドン。お、マスク取った、タバコ吸った、火つけた、タバコ吸った、タバコ吸った、2回言うなよ。おお、何見てんの、写真捨てた。ジ・エンド、トロフィーを獲得しました。なんでクエスチョンマーク。え、と終わりなのかな。とりあえずエンドロール今流れてるちょうど終わりか。終わりかな。はい、ちょっとストーリーまとめましょうか。まず3人の、違う、まず人を殺しましたよね。で3人の男、男じゃないな、鶏とフクロウと、馬に囲まれて、でまた電話来て殺して殺して、また馬と鶏とフクロウに囲まれて、人を殺すのは好きかとか言われて、なんやかんやあって、それでもって家で殺されて、なんか病院でトラウマになって、まあ21日もって海援にいました。でその後出てきて、また人殺して人殺して人殺して殺して、そして謎のおじさん殺して、仕事を済ませてタバコ吸って写真見て捨てて終わりです。ですっていうことで、どうでした、私のホットラインマイアミ実況。そっか、え、でもジ・エンドって、あれパズル回収してない、あ、でもこれパズルありませんよなんつってあれしたとこって、あの後パズル見つけたんですよ、リプレイして。なのでパズルは全部揃ってるはずなんですよね。まあまあまあ、そっか、え、これってエンドロール長いの。まあいいや、ちょっと喋りましょう。そしたら何分になるか知りませんけど、あ、違う、あれだ、今回ってパズル取ったっけ。あら、今回パズル取ったか。あら、取ってねえか、今回パズル取ってないですね。あ、ちょっとこれやりのそ、やりのそ。あ、何パート5アンサーズ。おお、過去編だ。5月13日、フロリダ州マイアミ。あ、じゃあ、ここで一旦切りましょう。はい。ということで、次回もまた、惨劇のマイアミで会いましょう。